天赦日は強運の黒金の日でもありますから、奇跡を呼ぶ始まりになりそうです。運が改善する金運上昇チャンネルの高見です。パワースポットのエネルギーがギュッと詰まった金運のためのお茶、金太の茶が発売されました。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。さて、ついに5日間の吉日ラッシュの最終日、天赦ウィークの締めは暦上最高の吉日、天赦日がやってきます。1年に5回か6回だけの吉日ですので、貴重な1日ですね。すでに何をして過ごそうと予定を取っている方も多いと思いますし、天赦日に向けて準備している方もいらっしゃると思います。天赦日までにやっておくことで、天赦日の最高の金運をつかむ方法を数日前に動画で話していますので、まだ見ていない方はぜひチェックしてみてくださいね。今日は30日の天が全てを許し、障害を取り除いてくれるスタートの大吉日、天赦日の過ごし方、それから天赦日の中でも最高運気となる天赦時についてお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに龍神その図柄、場を清める天赦の図から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。暦上最高の吉日と言われる天赦日ですが、他の暦との兼ね合いで最高の日もあれば若干控えめな運気のこともあります。今回の30日の天赦日ですが、どの暦も運気が良くて最高の天赦日となりそうです。運気を見ていくと、十二直は除く、障害が全て取り除かれる日、天赦日も障害を取り除く働きがありますので、この作用が強まります。新しいことを始めたい人にとっては追い風となる運気ですね。30日に入る吉日は2024年の金運や幸運を司る年徳人、チャンスに恵まれる吉気、音から幸運がやってくる名ベイツイなどが入ります。福の神が金運幸運を持って現れ、チャンスや幸運も届くようにタイミングよく物事が進みそうです。また前歴でも宇宙のゲートが開き、いつもより濃い宇宙のエネルギーが入ってくる黒金の日が重なりますので、不思議なことや願い事の引き寄せ、強運な出来事が起こりやすい日に、13日に一度のスタートの日も重なりますので、スタートにはこの上ない運気となります。どの暦も天赦日を祝い後押ししているようですね。そして30日は馬の日になりますので、お稲荷さんの吉日となります。お稲荷さんはお金や物質など現世利益を司る神様ですので、ここでも金運に追い風が吹くようです。ですので今回の天赦日は最高運気であり、金運にも相性のいい一日となります。そんな天赦日にどんな過ごし方をすると、この最高の運気がやってくるのかと言いますと、まず1つ目、朝日を浴びるです。一日が始まったばかりの朝は新鮮な日が溢れています。参拝も夕方を避けた方がいいように、時間が経ち夜に向かうにつれて陰の気が増していきます。邪気なども発生しますので、朝の時間は吉日のいい気が充満している時間帯になりますので、天赦日のいい運気を浴びることができます。またこの日は吉人に年徳人が入りますので、年徳人は正月の初日の出とともに山から降りてきて、福をたくさん持ってお家にやってくる福の神です。朝日を浴びることは福の神をお迎えして天赦日の運気も浴びるダブル金運アクションとなります。日の出じゃなくても大丈夫ですので、朝起きて日焼け止めなどの UV ケアをして朝日を浴びるのもいいですね。その時にお部屋の換気をすると、お家に天赦日の最高運気が入ってきますので、深呼吸をすると自分自身が最高運気を吸い、パワースポットのようになります。時間がある方は朝お散歩などをしてしっかりといい気を浴びることもおすすめです。2つ目はパワースポットに行くです。パワースポットは気が良くて波動が高いです。自分自身も浄化されますし、天赦日の波動の高い気と
波長があって吸収できるようになります。邪気が溜まっていたり波動が落ちているとどうしても波動のギャップで引き合わなくなったり、いい気が降りてきても弾いてしまいます。パワースポットに行くことも天赦石のいい運気をキャッチするアクションになります。お仕事なので30日はパワースポットに行けないという場合も、パワースポットにゆかりの食べ物を食べたり身につけることもおすすめです。3つ目は参拝に行くです。神社もパワースポットと同じように気がいいところになりますし、天赦石は天が全てを許し障害を取り除いてくれる日になりますので、いい運気をもたらしてくれる神様に感謝を伝えることも神様のご加護に授かる過ごし方になります。参拝に行った時にすごくおすすめなのがお守りを授かることです。お守りは神様が宿りますので、神様のお力を分けてもらえる開運アイテムなんですが、天赦石に授かることで天赦石に最高運気をぎゅーっと凝縮した最高開運アイテムになります。天赦石に参拝に行った際はお守りも一緒に授かってくると、持つだけで神様とつながりご加護を得て天赦石の最高ラッキーアイテムになりますので、すごく運にいいんですよね。運を上げたい場合は金運の神社に行ったり金運のお守りを授かるといいですね。四つ目はいい音を聞くです。30日は吉神に音から幸運がやってくる明媚追が入りますので、音に関するアクションもいいんですね。そして綺麗ないい音は浄化され、不運の元となる邪気は払われます。波動が高まり天赦石のいいエネルギーもキャッチできるようになっていきます。さらに幸運を呼ぶアクションになりますので、音を楽しむのはおすすめです。今年は辰年なので特におすすめなのが龍神様とつながる天赦の動画です。水辺で撮影していますので、水の音での浄化、そして天赦の音での浄化、ダブル浄化になりますので、今年は水の気が欠けることから金運の気が欠け滞りが起こりやすい年ですので、水の音を聞くことも金運アクションになる年です。水と龍神天赦って今年の金運アップにぴったりなんですよね。こちらの動画を聞き流すのもおすすめですし、音から幸運がやってくる日ですので、好きな曲を聴いたりオーディブルのような聞く読書もいいですし、音声配信を聞くのもいいですね。好きな曲や天赦石に聞こうと思う曲があったらコメント欄で教えてくださいね。僕は尊敬している方が音声配信をしているので、そちらを普段から聞いていて天赦石も聞こうと思います。5つ目は夢や目標を手帳に書いたり宣言をするです。30日は前歴で音一のスタートの吉日です。天赦石でもあるので新しいスタートはぴったりなので、気になっていることをするのもいいですし、ずっと欲しかったものを思い切って買うとか、ずっと行ってみたかったところに行くということもいいですね。新しいことを始める前に一緒にやっておくといいのが、夢や目標を宣言したり手帳に書いたりすることです。音一の日は引き寄せ力が高い日ですので、叶えるために必要なものが引き寄せられていきます。ですので新しいことのスタートと一緒にやっておく方がサポートが得られて叶いやすくなります。手帳に書いていつも目にするようにするのもいいですし、信頼できるお友達や仲間に宣言して有言実行するのもいいです。参拝に行かれる方は決意表明として神社で神様に宣言をしてくるのもいいですね。天赦日は強運の黒金の日でもありますから、奇跡を呼ぶ始まりになりそうです。最後に天赦日の中でも最も運気のいい時間、天赦時と天赦日の財神のいる位置についてお伝えします。天赦時にアクションをしたり大切な予定を入れたり、それから財神のいる位置にお財布などお金に関するものを置いて財運チャージをしたり、開運グッズなどの運を高めるものを置いて金運をチャージすることがおすすめです。5月30日の天赦時はちょっと早いんですが、午前5時から6時59分までの間が天赦時となります。そして財神の位置は北東になります。日の出を見るのもいいですし、寝る前に北東にお財布を置いて天赦時の間たっぷり財運を吸収してもらうのもいいですね。吉日ラッシュの最終日、暦上最高の吉日天赦日がやってきますから、
いいなと思うアクションがあったら、ぜひ試してみてくださいね。こんなことをして過ごすよと予定が決まっている方は、コメント欄で教えてください。今日の動画が良いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、高見の運気予報サロンでは、6月から銀魂社発売記念パワースポットキャンペーンを開催します。パワースポットの金運・開運アイテム、毎週抽選でプレゼントしています。詳しくは概要欄からチェックしてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではまた動画でお会いしましょう。